エビスを祀る。商売繁盛の神様、エベスさんとして知られ、毎年1月9日から11日にかけて10日エビスが開催される。地元では単に、エビス神社といえば、当社のことを指す。旧社格は、豪社で、現在は、神社本庁の別表神社。大勢の信者で賑わう今宮エビス、何は百景、水古天皇八年。 聖徳太子が四天王寺を建立する際にその西方の守護神として建立されたと伝えられている。約100メートル北方に広田神社が鎮座し、関係が深い。ちなみに、兵庫県西宮市の広田神社と西宮神社も同じような位置関係にある。また、京都市東山区の八坂神社は、 当社の起源を、八坂神社系大社の恵比寿社を分祀し、八坂神社の氏子が今宮に移り住み、現在の地に祀ったことに始まるとしている。その縁起から、双方の神社は、交流を続けている。1月8日の玄茶祭では、八坂神社御神随法のお式が実施される。慶長年間に、豊臣秀頼が、片桐勝本を、不審奉行として、 当社の社殿の造営を行っている。それと同時に18国の車両を寄進し、金生札を可視している。江戸時代中期に東海エビスの祭事が始まる。元6年間には現在と同じ形の東海エビスの祭礼が行われるようになった。1868年3月、新仏分離令が出される。1871年5月14日に、社格制度が制定され、 当社は豪社に列せられた。1945年3月13日14日に行われた第一回大阪大空襲による大火災で社殿などが消失する。戦後に神社本庁の別表神社に加列されている。1963年1月には初詣の再選に一万円札が登場したことから高度経済成長の象徴として話題を集めた。 中でも今年老主身は、エビスとして特に信仰を集めている。近世以降は商売繁盛の神として、現在でも厚く信仰される。南側入り口のサンツトリー大国社稲荷社エビス、大国の熊出毎月祭事江戸時代中期から、当社によって、東海エビスが、盛んになっていったとされる。遠方3年の大阪案内、足分船に、当社の東海エビスが描かれている。 福沙さは、神仏分離以前に、慶人寺が、鎮守の社とした、京都恵比寿神社によって反布が開始されたもので、節目正しくまっすぐに伸び、弾力があって折れない、歯が落ちず常に青々と茂るといった特徴から、カ雲高政、商売繁盛の縁起物となった。東海恵比寿では、拝殿で福沙さを授かり、五冊と吉兆と呼ばれる商法をつける風習が、続いている。 吉兆は、千カマス、千袋、末広、小判、長銀、絵星、薄、小槌、米俵、大等の縁起物からなり、東海エビスの参拝者は、優勝で吉兆を自由に選べ、福娘による飾り付けを授与される。また、金色をした人工の笹に最初から五冊、吉兆などが付いた金笹と称される、授与品がある。新冊はいずれも、 ストラップのついたビニールケースに封入されており、壁に取り付けたフックにかけて吊るすこともできて、神棚がなくてもお祭りできるように便宜が図られている。東海エビスで奉仕をするマン18から23歳の女性。毎年公募で選出される。2011年度より、福娘から福娘に解消された。大阪府と夜中市のハットリ天神宮で、 先駆けられていた外国人留学生枠が2007年度から設けられた履歴書による書類審査は不備さえなければ応募者の大半が通過するその後は一時審査二次審査が行われ二次審査を通過した者は同日に行われる最終審査に進む最終的に40名が福娘に選出される 福娘は45名とされているが、うち5人は留学生であるため上記の審査とは別である。かなりの購買率であり、応募者は毎年3000人を超える。アナウンサーの排出率が高く、過去には、新藤明子、古川恵子、松井愛、福本武恵美、斉藤真美、黒田美優なども経験した。 藤原紀香も今宮恵比寿神社の元福娘であると言われていたが本人がテレビ番組内で友達に福娘に選ばれた人がいると発言したのが違うように伝わったようである。同様に赤江玉央も福娘であったと報道されていることについてラジオ番組内で否定している。以前はミス福娘コンテストとして行われていたが名称が変更された。 毎年選ばれる福娘選考会の最終審査まで、勝ち残ったもので、神社での福座座授与を行う。約25名程度。一般の巫女のアルバイトではないので、選出審査を経てのみでしかなることができない。福娘同様に、今宮恵比寿神社の本殿で午前9時午後9時まで1日中参拝者に、奉仕する。ありがとうございます。